どうも、ねんねです。どうも、むいむいです。今日の動画は東京で本当に芸能人に。っていうテーマを。おー、でもそうでしょ、実際。私はよく会ってるような。よく会ってる気がするんだけど、これは普通なのか、うん、まあ、多いか少ないかはちょっとわからないので、むいちゃんはどうかなって聞きたいと思う。なくはないけど、うんうん、なんかしょっちゅう会ってるわけじゃないから。でも、うん、ばったり会ったら、はあ、やっぱ東京だって思っちゃう。わかる、もう田舎のそう、さすがって思っちゃう。例えばどんなところで。ね、なんか名前知ってる人。私は多分今までテレビ局以外でね、芸人さんとか、あと声優さんとかかな、そんなに多くはないけど、それぐらい。いわゆるその芸能人、役者さんは会ったことないかも。そうか、うん、まあ少ない方かもしれない。ねねちゃんは。私はもう電車で2回会ったことある。電車？そう、普通にこう入って目の前に座ってた。それはそれでレアだね。なんか芸能人あんまり電車乗らないイメージだけど、勝手なイメージだけど。そう、声優さんだったんだけど。ああ、なるほど。なんか そのまんま入ってきた。なんかそういうマスクとかサングラスとかもなくて、うん、そのまんま入ってきた。ちなみに誰？あのラブラブサンシャインの小宮アリサさん。ああ、アリシャ。マジで。しかも以前上海で一緒にお仕事したことある。あ、私も実はそうで、上海で会ったことがあって。でもさすがにプライベートだし、うん、声かけない方がいいと思って、こう普通にずっと目の前にいて、あの学校に行く途中だったんだけど、うん、こんな普通に乗るんだって。確かに。しかもさ、顔わかりやすいじゃん。そのまま入ってきた。それはびっくりだわ。あの警察署のなんか、うんうん、そういうその犯罪をこう、なんていうの、あの広告ポスターのモデルもやってらっしゃるから、割と顔結構見知られてるよね。そうだと思うんだよね。あれは日本に来て一番初めて会った芸能人っていうか、うん、で2回目は私が乗ったら、あ、いたっていう、同じく声優さんなんだけど。また電車の中で。そう、なんかすごい声優学校に通ってるからかな。なんかすごい声優さんに会う。呼びつける、なんか何か。そう、何かしらので、その時会ったのはランズベリーアさん。あ、名前合ってるかな。声優さんのね、ちょっとなんか聞いたことある。そう、あの、すっごいも外人みたいな顔と。外国人っぽい顔だからすぐ分かったの。あれって。でもそれ分かるのもすごい。私多分見ても分からないかも。ああ、顔がすごい印象に残ってるから。そう、釣り革をドキドキしちゃう。そう、あ、見たって。なるほど。そう、電車の中で会ったこと。じゃ、電車の中で会ったことない。あの声優さんと会ったのが、本当に道端でばったり会ったのが、うん、あの橘しんのすけさんと、はい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 、信号の向こう側から渡ってきたの。普通になんか電話しながら、で普通多分あのこれ本当に声優とあるあるなんだけど、うん、声優さんって別に顔知られてないんだよね。そう、一般的には、うんうん、特に日本人の皆さんが、うん、でも声優をだからすれば顔絶対覚えてる。はーってなって、しかも普通に電話しながら歩いてきたから、本当にこれぐらいの距離で、それ違って、え、今の橘だよねって思って。すっごいびっくりした。なんか東京だ、ここにおんなって思った。こう電話してるんだ、なんかちょっと声聞きたい。そう。いやいや、明らかに本人だよねって思いながら。それが1回で、で、うんうんうん、2回目が、あの本当にこんくらいのなんかすごい狭い道で、ちょっと確信はないんだけど、うんうんうん、花川香菜さんがまた向こう側から歩いてきて、はい、まあ、普通にマスクしてて、うん、でもやっぱ西洋歌だから、うん、ここだけって分かっちゃうんだよね。
そのオーラもあったからすっごいなんか綺麗なお姉さんが歩いてきたってちょっと見てみたら花澤香菜だよね、でもやっぱりさすがにプライベートだからこっちも、うんうんうん、なんか挙動不審で普通になんか何も見なかったかのように普通に去っていた、うん、なんかその時ちょっとなんかそうちょっと感動しちゃった、うん、やっぱ日本だ。オフモードの声優さん、また声優さんの話になっちゃう。オフモードの声優さんって本当に分からないんだよね。なんか、なんかそんなオーラはこう放ってないし、うん、オーラっていう話になると、あの同じ声優さんなんだけど、うん、私昔のバイト先で来たの、お客さんとして。多分なんか仕事終わった後にマネージャーさんと一緒に来た感じなんだけど、あのプライベート宮野守さん、マモちゃん、マモちゃんがうちの店に食べに来たの。そりゃ絶対バレるわ。でもなんでしょう、その地域はサラリーマンだらけだし、掃除のそのバイト、なるほどなるほど、あんまり普通にこうご飯食べてたけど、こう声かけられたとかはそういうの全然なかった。そうか、それすごいなんか衝撃的っていうか、多分私たちだったら、店入った瞬間、いや、俺だって絶対わかるじゃん。スタイルもバレバレだから、身長高いし、ちょっとムキムキだし、いやもうマモちゃんもうサングラスかけてもうマスクしてるって、もう絶対わかる自信があるから。確かに、うん、もうバレバレやんって思う。バレバレ。あのラムの店でした、牛丼屋さん、チェーン店の牛丼。それは逆にすごい。そうだから本当に仕事終わりに軽くこうご飯食べたいとか、なんかいい、なんかいいね、そういうのね。そう、なんか庶民的なところがすごい、そう、そう、いいね、本当高いね。さすが刹那。